ラマには音楽がある、音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー、ドラマってムジカ。今日はこれまでの作品の中から乗り物の中の物語をお送りします。ぜひお楽しみください。しかしあんたも変わってるね。そうですか。いや俺も結構長年トラック転がしてっけど、あんたみたいのは初めてだよ。そうなんですか。映画とかでよくあるじゃないですか、ヒッチハイクで親切なトラックドライバーに目的地まで連れてってもらうってやつ。そんなもん現実にはねえって。いやあんのかもしんねえけど、俺は一度もなかったね、今日の今日まで。すみません、本当感謝してます。まあしかし女の子が一人でそういうことをすんのは感心しねえな、おじさんは。悪いやつもいるかもしんねえんだしよ。はい、でも一応私なりにサービスエリアに止まってるトラックを見て回って、ドライバーさんたちのことも観察して吟味したんですよ。それで俺が選ばれたってわけか。そりゃ光栄なこった。でも不気味ですよね、高速のサービスエリアで泣きながら乗っけてくれって懇願する女。いや正直躊躇したもんだよ俺も。明らかに訳あり感出まくってるしよ、なんか厄介なことに巻き込まれたらたまったもんじゃねえし、何もしてねえのに何かされたって騒がれたりしても困るしよ。そうですよね。でもまあ困ってるって人ほっとけねえじゃん。そういうタイプの人だと思ったんです。ビンゴでしたね。しかしあんたの彼氏ってのもなかなかだよな、恋人をサービスエリアに残して自分だけピューって帰っちまうなんてよ。私が彼に帰ってって言ったから。いやいくら喧嘩したとしてもだよ、帰れって言われて普通本当に帰るかね。歩いて帰れるところならまだしも高速だろ。うん、まあ正直私も本当に行っちゃうんだって思いましたけどね。そりゃ泣くよな。でも泣いてたのは置いてかれたことでじゃないんです。なんで私はいつも彼に対して心が狭くてすぐ喧嘩しちゃうんだろうっていろいろ考えてたら悲しくなってきちゃって。そうかい。いやまあ俺にはよくわかんねえけど、まあ、喧嘩するほど仲がいいっつし、いいんじゃねえの。おじさん、奥さんはいるんですか。うん、いるよ一応な。仲良しなんですか。どうだろうな、でも喧嘩もしねえわもう。つうか俺がなかなか家にいねえし、仕事終わって帰っても向こうが仕事に出てていないからあんま会わねえの。そりゃ仲いいも悪いもねえわな。でもずっと一緒にいるんですよね。まあそうだな、腐れ縁ってやつじゃねえか。いいですね、そういう夫婦になりたいです私。やっぱ変わってんなあんた。そうですかね。深夜の高速道路、私は一つ前のサービスエリアで50絡みのトラックドライバーにお願いして便乗させてもらった。遡ること1時間ほど前、彼氏とドライブに出かけた帰りに寄ったそのサービスエリアでちょっとしたことで彼と大喧嘩になった。一度火がついたら止まらなくなる私を途中から彼がなだめにかかったけど全然収まらず、ついには彼も痺れを切らし、私に愛想を尽かすように、もう勝手にしろと吐き捨てて、一人で車を出した。捨てる神あれば拾う神ありとは、このことだ。まあ、しばらくしたら仲直りできるよ。気にすんなって。俺らも若い頃はだいぶ激しくやり合ったもんだ。部屋なんかいろんなもんが飛び交ってよ。
まあでも男と女ってのはそういうのを何度も繰り返してやっと本当の償いになるんじゃねえのかな。いや、どうだろう、わかんねえや。そうなれたらいいですけど。あ、彼氏かい。ええ。出なよ。でも、いいからほら出なって。はい。もしもし。どこって。あ、ちょっと待って。あ、彼氏、さっきのサービスエリアに戻ってきたんだろう。あ、はい、そうみたいなんです。私どうしよう。次のサービスで待ってるからって彼氏に言いなよ。下ろしてやっから。おじいさん、ありがとうございます。もしもし、次のサービスエリアで私を下ろしてもらえることになったから。うん、わかった、待ってる。うん、ありがとう。さっきは本当にごめんなさい。